職場で仕事って3年耐えるべきなのかなって。<music> こんにちは、ライフコーチのクリスモンセンです。えっ、ー、と、僕は主に平成生まれの人、若い人たちに。どうやって大好きで、楽しいことをキャリアにして、ビジネスにしてもう仕事にするのかっていうのを教えてるんですが。どうせ。 あのまあ、本当にねこうやってあの再生数が40万回以上に上がってプログラムをやってる人もね600人を超えていただいたんですけれども実際に僕がマンツーマンで本当に会うとこの質問が来るんです。クリス職場で仕事って3年耐えるべきな,のかなって、ね、で,ですねこれについてまずはお金の動き方についてお話しした後に。 これをあなたは今の仕事でそれをするべきかしないべきかなぜこれはすごいいいことなんだけど実はすごい悪いことなんだなっていうのを説明したいと思いますで、ね、ちょっとお願いがあるんです、えー、と僕ね,今ねチャンネル登録者が2800人ぐらいいて3000人いくと YouTube パートナーの YouTube スタジオが使えるんだよでそうするとセミナーができるんでもしチャンネル登録してくれれば幸いです All right, start.、Okay. まずね3年職場を耐えるべきか どう思います、ね、これあの下積みみたいな感覚で見るんじゃなくてちょっと実際にお金の動き方ビジネスの仕方ね、仕事っていうのはお金もらえるものだから実際に、ね、サービスを出しているものだからビジネスの視点から見てみましょう All、right、ちょっとねお金の動き方についてなんですよ。でお金がどうやって動いているのかっていうのが分かるとこの場合 アドバイスはいいのか悪いのかっていうのが分かると思います。まずですね、お金っていうのはどうやって動くまあ簡単に言うと、人が払う、またはビジネスが払う。で、人が払うのを b to c ビジネスとコストマーって呼んで、で、ビジネスとビジネスの間は b to b って呼ぶんだよね。般的に。で、もちろん、この税金っていうのもが入るんだけど、それはちょっと置いときましょう。はい。で、お金はどこで動いてる お金が動くときは相場っていうのがあるよね。これ、まあ英語にするとマーケットっていうんだよ。で、マーケットにサービスや物を出す提供者がいて、で、買う人を購入者って呼ぶでしょう。で、お金を動かしたいときは、このマーケットが認めてる形に出さないといけないんだよね。 でこの中にまあ法律とかも入ってきて税金払わないよっていけないのもあるんだけど、まあ、基本的に言うとプロダクトがあってマーケティングやってで営業をしてプロダクトをデリバリーするっていうのが必ず入るぐらいなんだけどどんなビジネスでもねでここが面白いんだよマーケットはどこでも買えるものいっぱいあるものにはお金をあんまり高く出さないわけよ、ね、例えばサラリーマン 新入社員がサラリーマンになりましたっていうのは、これはね、相場がリクナビとか転職サイトとか、まあ就活イベントでしょそれがマーケットでしょその相場があるところが。で、購入者が会社でしょ新卒を雇う会社が。で、提供者がサラリーマンっていうサービスをマーケットに出すわけよ。で、そのサービスの内容は、まあ新入社員の場合だったら一般的な事務だよね。 でこれはいっぱいこの購入者がすごい有利なわけよいっぱいその仕事を求めているサービスを出してくれる人がいるわけよただからどういうことになるかっていうと例えばそのねサラリーマンを雇う会社新入社員を雇う会社がいっぱい儲かるじゃんでもその会社はサラリーマンに相場以上のお金払わなくていいわけよ、ね、ボーナス2か月分年に1回で十分なわけよどんなに会社が儲かっても でなぜかというといや、もっと払えって、そのサービス提供している新入社員が言ったら、その人をクビにして別の人を入れればいいわけよ。だってその条件でマーケットがあるから、もうすでにそれやらせてくださいっていっぱい人がいるわけよ。ね。a l、right. でも、例えば、ね。マーケットはユニークであんまりないものにはお金をもっと払うわけよ。で、これは事実を見ないといけないのね。例えば、僕の友達が、で、ね、 バカみたいな、ただ単に英語で外国人に日本のツアーをやってるわけよ。で、10日間とか。で、まあちょっと学習的みたいな感じなんだよね。10日間のツアーが20万から40万なんだよ。で、年間7億円ぐらいのビジネスなんだよね。だからこうやって、それ仕事じゃねえじゃんって思うんじゃなくて、マーケットがお金出すわけよ。 でお金が仕事を作ってるわけよ。だから、ポイントは、一般的なジムじゃないと仕事じゃないっていう考え方は間違ってるのね。ビジネスの話で言うと、お金の流れだけで考えると。<laughs> で、バカみたいな、ただ単に外国人10人、20人を京都とか連れてって、10日間ずっと歩いて、東京まで歩いたり、大阪まで行ったりするお寺とか見て、でそれでのお金を40万払いますっていうマーケットは実際にあるわけよ。 ケー、okay、で、お金を増やす方法は、大きく2つあります。ケ、okay、ーコストを下げるっていうのはちょっと今なくして、お金を二つ方法、増やす方法は簡単に2つあって、1つは、ね、買う人を増やすんですよ。例えばこの、ハイキングの場合だったら、ガイドを増やして買える人を増やす。マーケティングをして、買いたい人を増やすっていうのは間違いなくあるわけよ。 ネットフリックスとかもそうでしょう1人1,000円で何万人がやるとフェイスブックとかもそうでしょうだから今の時代はインターネットですごいコストを下げることができるわけよ昔は何億円の工場でね何十人の営業マン OL、ね、家賃ねそのいっぱいのコストがかかってやっともの作れたんだけど今もうサーバーでシステムでテクノロジーで同じものをバン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  ね、ある程度のコストカバーできれば無料で1万人が買っても10万人が買っても100万人が買ってもコストがあんまり変わらないわけよだからインターネットのシリコンバレーのビジネスはすごい儲かってるわけよグーグルとかだからその変化があったんだよね1990年のあの後のインターネットのバブルインターネットの革命が起きて、right. 買う人を増やすとお金が入ってくるよねもう一つ何だと思いますか 品質を上げるんですよ、ね、例えばオートマチックの時計これは成功のやつなんだよね大好きなで約新,新品で、えー、と12万円なんだよでも僕のもう一つの時計2つあるかえっ、ー、とロレックスのサブマリーナっていうのがあるんだけど1個が約、まあ、80万円でモノクロのやつがで金とか青のやつがなんか110万円なんだよ新品で。 で全く同じものなんだよ。時計なんだよ。出してるサービスは同じなんだよ。僕が得れるサービスは。でも、クオリティが高いと、ね。で、ブランディングもついてるっていうのもあるんだけど、品質が高いと、お金をマーケットはもっと出すんですよ。Alright?OK、okay.。じゃあ、人を増やすにはマーケティングで増やす。で、コスそのインターネットで物を販売するとかで、OK ね。でも もう一つのお金をあげる方法品質をあげるにはどうすればいいですかでちょっとこれを現実的にしてサービスの話にしましょうよ、ね、例えばあなたがグラフィックデザイナーになりました、まあ、あのビデオのカメラマンでもいいよなんかそういうクリエイティブでねでグラフィックデザイナーですとでどうやって品質をあげますかどうやってお金を得る 品質を上げるよね。相場で品質が高いレベルだって出すとお金が入ってくる。じゃあ、どうやって品質を上げますかウェブデザイナーだったら、ビデオカメラマンだったら。経験でしょ経験って何なの経験はやってる時の時間なんだよ。 経験が増えるとスキルが上がる。スキルが上がると相場の、からのお金が上がると。じゃあ経験を上げるにはどうするやってる心の時間を増やすんですよね。で、グッドポイント、グッドレフェンスポイントは、マルコム・グラッドウェルのあの本で紹介してる、僕のビデオの別のところにもあるんだけど、例えば、1日7時間、そのウェブデザイニングとかをやってると。 実際に作業をやってると。1日7時間。で、週5回。で、夏休み、冬休みとか休日とって、10年やると、1万時間になるのね。で、1万時間は、何か同じことをやると、一般的な場合だよ。一般的な場合は、エキスパートになれるんですよ。で、エキスパートは、ものを相場に、マーケットに出すと、高い価値を得ることができるのね。高い総額を。OK。 で、10年、1日7時間、あることをやってれば、エキスパートに、相場のエキスパートになれると。一般的にね。一般的に、ね。オッケーオッケー。で、ここで、職場は3年耐えた方が耐、耐えない方がいいかっていう話が入ってくるわけですよ。Alright? でね、このアドバイス、3年耐えた方がいいよっていうアドバイスはですね、実は、自分は、 何を仕事にしたいのか、何をこの1万時間やりたいのか、10年やりたいのか、どういうキャリアにしたいのかっていうのを決めた後に聞くと最高なもう超いいアドバイスなんだよ。はい、すると最高になるの。でどういうことかっていうと、はい、実際に経験を得る時間が増えるんですよ。 これは必ずの場合は、もしその自分がやりたいことをできる環境にいたらね。その自分がやりたいっていうキャリアの作業が実際にできる場合はいいんだけど、できなかったら結構アホなんだよ。はい。でちょっと仕事の選び方もちょっとここに入れさせてください。ついでに。オッケー仕事は好きで得意な方がいいんですよ。間違いなく。OK。 仕事は好きなことと得意なこと。これを掛け算で組み合わせしてください。で、なぜかというと、経験が楽に入るんだよね。Remember? 経験はスキルに変わって、スキルはお金に変わります。マーケットの相場で。Alright? で、経験が楽に入る。どういうことだと、まあ、例えば得意なことだったら、スキルアップの時間が早くなるんですよ。だから、0から5とか、0から10の 時間が得意なことだったら、その、なんていうのが、レバレージが、アドバンテージが入るわけよ。で、苦手なことやってると、ハンディキャップを取るわけよ。で、あなたの相場は得意な人がやって、戦争してる場所だからね。マジ。相場は、お前耐えろ、仕事、じゃねえよ。お金が実際に動いてて、人が勝負してる場所なんだよ。で、あなたのコンペティション、競合相手は得意で好きなことやってるわけよ。 で自分が嫌いで得意でもないことがあったらあなたはハンディキャップを受けてるわけよだから得意で好きな人がね10年やっててエキスパートの相場をねこのレベルを作ってるんだったらあなたは10年嫌いで得意じゃないことをやっててもそのレベルにはいけないわけよもっと時間をかけないといけないわけよだから好きで得意なことをしないとちょっとあ,あ,のあんまりスマートじゃないよね賢くないっていうかあんまりもうちょっと考えた方がいいと思うんだよはいで 仕事が好きだったらどうなる興味を持つでしょ興味を持つと仕事が終わった時間も考えてるわけよ。で、実際に作業はしないかもしれないけど、作業をこうやったらもっと良くなんじゃないかっていう時間を使ってるわけね。で、夜に YouTube 見まくって勉強したりとか、ね、週末はセミナーに行ったりとか、なんかそういうインターネットでね、その、 そう,いうそういうのが大好きな人と会ったりセミナーに行ったり自分で資格を取ったりなぜ好きだからで楽になるるわけよでアドバンテージが出てくるんだよね、はい、だからその経験の時間もボーナスでもう本当に無料で入ってくるみたいな感じになるわけよ好きでと好きなことだとで好きで得意なことを掛け合わすと出なくていいよ出なくていいよ。 うん、ごめん、ちょっとベルが鳴ったんだけど、どうぞ。ごめん、今ちょっとね、インターホンが鳴っちゃったんだけど、ここがポイントね。自分が好きで得意なことを組み合わせて、これだったら10年やりたいと。で、実際にマーケットもあると。お金が動いてる仕事ね。それを選ぶじゃん。で、それを実際にその作業をできる場所に、 自分を入れると。そこで3年経つとどうなるいわゆる、その作業をやってる経験が3年間つくわけじゃん。で、ここでポイントなのね。いきなり作業がうまいやつっていないわけよ。それはもう映画とかの話なんだよね。いないわけよ。まあ、1000万人いたら1人ぐらいはいるかっていう話も超天才だはいるかもしれないんだけど、 例えばどんなにあ,のあなたが運転超上手くても、いきなり F1 のトップレーサーになれるかって言ったらなれないわけよ。もう超運転上手いやつらがゼロから超トレーニングしてトップになってる。それが相場なんだよ。すごいコンピテーションが厳しいわけよ。だからいきなり上手いやつっていないわけよ。ね。だからどんなに、例えば高校生の時、大学生の時にどんなにカメラが上手くて綺麗な写真撮ってても、実際にプロになったらお前まだ下手くそなんだよ。 それが事実なんだよね。だから、最初に、そのレベルで食っていけるかって、相場を、あなたにお金を出すかって言ったら、多分出さないんだよ。で、出さないわけよ。で、3年間、それを耐えて、経験をすると、ある程度のスキルがついて、で、そのスキルがつくと、相場はお金を出すわけよ。認めてくれるわけよ。まだ一人前じゃないと思うよ、3年やってると。 でも、一応、会社はスイッチできると。別の会社に行くっていうオプションがつくわけよ。で、ここでまた面白いことができるんだよ。例えば、給料が低かったら、会社を変えてもっと給料が高いところに行く。または、給料は同じなんだけど、通勤時間があんまり悪くないとか。働き方がもっと自分と合う。または、特に料理とかの場合は、 日本で3年やったら今度めっちゃ低い給料でフランスでマスターシェフのところでここでまた5年間修行するとかでもう本当に3年耐えるんじゃなくて8年とか耐えて日本に戻ってきて自分が店長になるとかそういうやり方もあるわけよだから3年経つとマーケットがお金を出してくれる ある程度のスキルがついてるから、マーケット、別の会社はお金を出してくれる。独立できるかっていうと、ちょっとまだそこは、3年はちょっとまだ未経験だと思うんだけど、まあ、ケースバイケースによって変わってきます。Alright? Alright、so,。そう。自分が好きで、大好きで、それができる環境にいて、3年耐えるというのは、すごいいいわけよ。すごいいいわけよ。ね。もし、その企業がブラックじゃなかったらね。 これはもうほ,ほんとホワイトの場合だったら。で、ブラックっていうのは恐怖で動く。セクハラがある。ハラスメントがある。えっ、ー、と、フェアなお金を払わない。えっ、ー、と、法律を破って、えっ、ー、と、労働時間を長くして残業代を与えない。えっ、ー、と、辞めさせてくれない。うん。ケ、okay、ーで、もしね、自分が 何をやりたいのかっていうことを決めてない状態でただ単の職場に入っちゃったら3年耐えるべきか耐えないべきかっていうことについてお話したいと思います、はい。自分がこれ10年やりたい。この仕事のエキスパートとして10年やったらなれるから。でそうやって生活したい。 その仕事をそのサービスを相場に出してお金を得たいっていうことを考えないでただ単に大学卒業してみんなが就活やってるからおのもやれないといけないんだみたいな感じで第一には入れなくて第二第三とかに入ってあこれが普通なんだって思ってる、ね、やりたいことも明確になってないやりたいことの相場も勉強してないしどのようなスキルが必要なのかっていうのも考えてなくてただ単に仕事やってる。 でもしそれがグレーとかブラックだったら、ね、ストレスがたまる超労働時間体の負担体の負担がかかると頭の負担がかかる寝不足になったり自分のプライベートで幸せになれないからストレスがかかってそうなると多い人はナチュラルになるのはうつですうつになりますでそういう一般的なジムをやってるとどのようなスキルが入るのかっていうとそのスキルは 結構もう相場にめっちゃ出てるスキルなんですよ。なんか特殊な営業とかね、専門的なことじゃなくて一般的なサラリーマン的な事務の仕事は結構めちゃくちゃ日本にいるわけよ。だからその仕事をやっててあなたが鬱になってクビになっても会社は別の人をもう本当に1ヶ月以内でパッて入れることができるわけよ。全然負担にかからないと会社に。で自分をその場所で残るべきかって。 どう思いますか論理的に考えていいよ感情的にも考えていいよそこで残りなさいっていうのはもう人間としてはそんなアドバイスは絶対人様に言っちゃいけないアドバイスなんですもうそれはかわいそうな人を刑務所に入れちゃうみたいな 何にも悪いことをしてないのに。良くない。正しくない。それは僕たち人間として、それはストップしないといけない。それはダメなんだよ。それは人様に絶対しちゃ、しちゃダメなんだよ。それは止めないといけないんだよね。で、もしそういう人に、そういう場所にいるとか、ね、友達とか知り合いとか自分の子供とか、ね、 親,で親かもしれないよね今の時代だったらそういうところに誰かが人様がいたらねこ,のこういうビデオを見てもらったりとかちょっとその仕事っていうのは実際に相場会社っていう提供者にサービスを出していることである程度のサービスを出してそこにマーケットがあって自分でやりたいことを10年間やったらエキスパートになれると。 で別の生き方方やり方もあるんだよってもっと楽に生きていけるんだよっていうのをぜひ伝えて頂ければ幸いです。でですね、あのもしこういうそのただ単に下請けして一般的な仕事で考えないといけないっていうのは実は戦後の,そのバブルが破壊するまでに流行ってた正しいあの日本の その日本が実際に投資してたビジネスとその大手企業企業が教育の政府と組み合って作り出した教育のシステムによって作られてる一般的な考えで実はインターネットとかグローバルゼーションになった後特にインターネットのあとで。 日本がものづくりの時代から変わった後にはあんまり正しくない正当ではアドバイスではないんですよ。嫌いなことを仕事にしないといけない。サラリーマンにならないといけない。これはもし自分ね、工場と農民と農業、工場、農業、サラリーマンの中しかない時にはサラリーマンの方が楽だし給料も上がるしクビになりづらい。 その時に親が自分の子供に工場じゃなくて農業じゃなくてサラリーマンになりなさいっていうのはすごい正しいアドバイスなんだよ。でどうやっていいサラリーマンになれるのって言ったらめちゃくちゃ勉強して慶応東大とか早稲田とかいい大学に出るとトップの企業が雇ってくれるよって。でそうすると年収も高くなるし首になりづらいし社会的にも認められるし名誉もつくよって。それはすごいいいんだけど今の時代は お金が動いているところはどこかっていうと、クリエイティブで人が楽になる、楽しいところっていうところのマーケットがすごい大きいんですよ。例えば Google とか。ああ、もっともっと簡単にすると iPhone ね。iPhone。iPhone を作ったのはクリエイティブだよね。発想だよね。デザインは Apple、ルカルフォニア。ものづくりは中国。だから今はこの発想の 発想がお金を生み出すような時代になっているんですよ。で、なぜかというと、日本とかアメリカとかヨーロッパの国は、もう仕事で満足してて余裕のお金がある。で、人はどこに余裕のお金を使うかっていうと、40万の日本のハイキングコースなんですよ。1000円のネットフリックスなんですよ。1200円のマリオの新しいゲームなんだよ。だから、自分が楽しいっていうもの、 を見つけるとで自分が楽しいと思ったら間違いなく10万人は正しい楽しいと思うわけよ。でマーケットはプライスは出すわけよ。クオリティがある程度高くてマーケティングを人に知らせたら。でそれでお金が実際に動くんだよね。でもそれをするにはビジネスの形ビジネスのふりかけをかけて実際に まあ、法律で税金とかも払って会社を建てたりとか個人営業でもいいんだけど最初はそういう形にしないといけないんですよ。Right. でもしこのやり方を学びたかったらぜひ僕の,の findyourvision.jp っていうところで今はね240分のフリートレーニングを出してるんですよ。でぜひあのこの話についてはシングルキャリアフォーカスっていう25分ぐらいのビデオを見ていただければ幸いです。 で、あの、YouTube にもいっぱいビデオを出してるんで、でもしあのチャンネル登録していただければすっごい幸いです。今ね、もうちょっとでチャンネル登録者3000人に行って、3000人に行くと YouTube スタジオが無料で使えて、そこにセミナースペースがあるんで、あのそこでなんか本当にセミナーとか、無料でセミナーもやって、それをビデオにして YouTube にアップするっていうのもできるんで、もしそこを応援していただければ幸いです。Alright! で、なんかね、悩み事があったら、僕、週1回 YouTube ビデオで答えてるんで、 公式ラインアットクリスに連絡していただければ幸いです。ぜひこのビデオシェ,シェアしていて、うわ、シェアしてくれれば嬉しいです。alright、right, thank you so much。日本の職場を良くしていきましょう。で、辛い人があの亡くなるように、仕事で悩んでいる人が亡くなって。もっと日本のサラリーマンの一般的がもっと幸せに働ける。ね、もっとクリエイティブな発想。 楽しく楽にやってでそして日本は世界のトップの国だから日本が良くなったらそれが世界にあの広がっていく落ちていくこぼれていくその喜びがそれを忘れないで日本を良くしていきましょう世界を良くしていきましょう alright I love you guys thank you so much and I'll see you next time on Chris n o h e thank you